ましたね。やらかしました。やらかしちゃった。皆さん聞いてくださいよ。また志保、はい、さんなくし物をしました。前回リモコンをねなくしてしまったっていう動画を上げたと思うんですけど、はい、その後またなくしました。何をなくしたんですか。今回はお財布です。お財布です。なんと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 。まあでもね、なくしたって言ってもいつも出てくるから、まあ出てくるだろうなと思っていたんですけども、うん、これがどっこい。あと5日だよ。5日目。なくして5日目。5日目あんまり1週間経ってないんだ。1週間経って。5日目です。で、動画上がってると思うんですけど、白コロの1日みたいな、ルーティーンみたいな動画で、白コロとドッグランに行った日に、しおちゃん財布を持ってて、でね、その時ちょっとお腹空いちゃってね、じゃがりこをね、買ったんですよ、しおちゃん、おやつを。そうなんですよ、じゃがりこ買ったんですけど。そのドッグランのところで。そう。でも、そう。カバンが小さくてね、じゃがりこが入んなかったんで、パパに預けたんですね。そう。携帯とお財布を。じゃがりこをどうしてもそのカバンに忍ばせたいが、忍ばせたいがために、その邪魔になったお財布と携帯をパパに預けたと。じゃがりこ預ければいいじゃんと思うでしょ、なんでママはね、じゃがりこあなたのカバンに忍ばせんのと思ったんですけど、まあそこはまあ置いといて。だってこうやってこう食べたくないやろ。こうやって食べたかったらね、常に。うん、なんでパパにさ、じゃがりこちょうだいとか言わなきゃいけないの。ああ、そういうことね。そういうこと。常に一緒にいたかったの。あ、そうなんだ。でですね、まあそれはそれでまあよしとして、で、帰りの車の中で、じゃがりこがね、余ってたから、じゃがりこをパパにあげたんだよね。え？じゃがりこをパパにあげたんでしょ？あげてないよ。え、あげてたじゃん、車の中で。あげてた。もうこうやって回してよ、パパ。あ、じゃああげた。で、その時にパパにお財布と、携帯を返してもらったんだよね。うん、違う。違うの？先に返してもらった。あ、先に返してもらったのね。先に返してもらって、携帯のねアニメ見ながら食べて、うんうん、お腹いっぱいって。あ、そうかそうかそうか。それでお腹いっぱいってなってパパにあげたのね。で、その時に財布も返してもらったんだけども、なぜかそのままカバンにはしまわず、皆さんよく車のね脇にこうドアのとこにこうくぼみ、なんかこう物を置くくぼみみたいなところあるじゃないですか。そこにとりあえず置いたんでしょ。置いたんですよ。多分無意識にボンって置いたんだと思うんですけど、でも置いたことまでは覚えてるということで、でもそこに置いたなら、じゃあ絶対車の中にあるはずじゃんって思うわけですよ、皆さん、普通に考えたら。ね。で、でも、ないんでしょ？なかったんだよね。なかった。なかったんですよ。で、パパとかも一生懸命リミも探しても、車の下とかにも落ちてなくて、ね。で、パパもね、仕事で車を使ってて、その時に車を一旦掃除したそうなんですけど、その時を見てないと。黒い物体ない。黒い物体ありませんでしたって言うんだよね。ガマ口がついて黒い物体はありませんって。そう。まあ、黒だから、目立たないのは目立たないんだけど、でも、さすがにね、そんなちっちゃいものじゃないし、財布だからね。まあ、でも小さめの財布なんだけどね。はい。で、車ずっと探したんだけど、結局見つからず、はい、家の中も一応探したけど、見つからず、そう。すごいよね。すごいよね。でも、どう見ても、ね、外に落ちるなんてことはないはずじゃん？普通に考えたらないよね。だからどうしたのかね、なんて言ってて、でもね、そこにね、ツタヤのレンタルカードが入ってんだよね。そう、ツタヤとゲオのレンタルカードが入ってて。しほちゃん今漫画にすごくハマってて、今1週間に1回レンタルをしてるんですよ、漫画を。少女漫画をちょこちょこ。全部買えないからね、やっぱね。うん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 。で、
次の日がそのレンタルを返しに行かなきゃいけない日で、しかも借りたいものがあると、続きを読みたいと、続きが読みたすぎて、だからもうそこで慌てて必死に財布を探すわけですよ。今まではないねーみたいな感じだったの、この4日目ぐらいまではなんかなんでないんだろう、車に貼るはずなんだけどなーみたいな、結構まあまだのんきだったんですよね。でその直前、前日になって、どうしよう、明日レンタル行かなきゃいけないのに財布がないって、一日どんよりですよ、これまたね、一日どんより、もう財布がなきゃもう無理、あーそこにカードも入ってたのに、4000円も入ってたのに、もうずーっとこうですよ、どっか行っても、はぁ、外でね。でもそれで車止めた時とかみんなで見たけど、ないよ、なかったよね。なかったね。もう私そんなになってた。え、そうだよ、そんなになってた。なってたよ、もうなんか半べそ書いてたじゃん。もうないよね、あの財布気に入ってたのに。小ぶりでさ、使いやすくてさ、とっても気に入ってたんだよって、ここぞとばかりになんか財布が気に入ってますアピールをしてて、はい。で、皆さんどうしてね、こんなにお財布をなくしたのに笑ってるかと言いますと、実は続きがあります。はい、普通だったら多分ここでもう半ばきして、なんでないんだろうって言ってるはずなんですよ。これは実は後取りです、もう暴露しました。もう後取りなんです、これは。はい、ということで続きがあります、どうぞ。ひほちゃん、どうしたんですか。お目目が赤いようですけど、どうしたんですか。実はですね、お立ちですね。っていうか、見つかりましたね。見つかりました。はい。見つかりました。よかったね。よかった。いやん。しほちゃんがね、大泣きしてたんでしょ。実は私また財布をなくしちゃってね。はい。本当に探してね、なくてね。ずっとね、探してたんだよね。でもなくてね。なくてね。部屋3階も、階段3階登って、3階探して。部屋探して。これリミまで。リミがお風呂で泣いてる。なんで我が家みんな泣いてるわけ。リミは虫だ。あ、そっかそっか。それでね、車もね、何回か探して。家のね、ここのね、ここで探して、その後に、コンビニの駐車場で探して、その後もう一回パパが3回ぐらいこう言ってくれて、ウォークインと部屋を私何回も見て、リミの部屋も探して、なんと洗面所も探して、和室もちょっと見てなくて、絶望してたらさ、パパが後ろからさ。でも何回か車探したんだけどなくてね、なんか見えづらいところにあったみたいで、もすっごくこう電気とかこうつけて見てみたらあったみたいで、パパがね、パパもでも何回も車見に行ったよね。何回も3回4回行ってくるんですよ。なんで1回で見つからないんだろうね。どこ行ってたんですか、あなた。ね、でね、泣いてたらシロンがペロペロして泣くしゃめてくれたんだよね。そう、シロンはね、泣くとね、ペロペロしてくれるんだよね、優しい子なのね。ね、で私の反応すごかったね、今思えばすごいと思う。こう彼だじゃん、うん、こうして私見た瞬間めっちゃギャーって叫んで、うん、叫んでたよね。叫んでた急になんか涙が出ちゃってさ、ねえシロン嬉しかった、すごいなんか感動した。私の感動だね。ママ言っちゃったもんだって、パパがなんか変なニタニタした顔してきてさ、なんか後ろにこう手を回してたから、あ、これはと思って、あったなと思って、財布って言っちゃったもん。後ろ振り見るじゃん、なんで言っちゃうのとか言われたけど、ドッキリしようとしたらにね。はい、でもあってよかったね、本当にね。うん、
このお財布が一番気に入ってて、可愛くないですか？めっちゃ可愛いと思う、ね、雑貨屋さんで買ったやつ。そう、これがお気に入りでコンパクトで一番ずっと使ってるやつ。うん、カードも見たけどさ、全部貼ってて。そりゃそうだよ、誰も盗んだとしたらパパだよね。車からこの家に持ってくる間にパパが盗んだと。多分全部入ってる、はい、小銭も大丈夫です。500円玉が入ってないの覚えてたから。ひらんひらん、かわいいな。しろん、私慰めてくれてありがとね。キロンはいつもね、泣いてるとペロペロってしてくれて優しいんだよね、キロンも、ね、大好きだよ、シロン。キロンはいい子だね。キロンいい子だね。優しいよね。私ね、うんうん、大好き。あー、もうかわいい。かわいい。なぜかこんな場所で撮っちゃってるけど大丈夫？大丈夫。翔ちゃんがここでワンワン泣いてたからそのまま。違うよ、ここでババと話してたらここで渡されたんです。あ、そう、ここにこうやって置かれたんです、ね、ここにこうやってさ、渡されたんです。そう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 、ここで渡されたんです。よかったね。よかったです、ね、本当に。ちゃんとある。はい、じゃあ気をつけてくださいね。はい、はい、さようなら。